テオドール・ギルベルト・モレルはドイツの医師、アドルフ・ヒトラーの主治医を務めた。1886年7月22日、モレルはヘッセン大公国のトライスイコール・ミュンツェンベルクという小さな村で小学校教師の次男として生まれた。1910年からモレルはフランスのグルノーブルとパリで産婦人科をミュンヘンで内科を学んだ。九百十三年に博士号を取得し、 医師として認められた。その後彼は、リッツェンバッハのクルーズ船で医者としての経験を積んだ。第一次世界大戦が勃発すると、彼は前線勤務の医務官となった。復員後、1919年までには、ミュンヘンで開業した。1920年には裕福な女優である、ヨハンナ・モーラーと結婚した。彼は、型破りな手段で、 富裕層の顧客を獲得しようとした。ペルシア王とルーマニア王から主治医になるよう要請を受けたが、断った大学で薬学を教えていたノーベル小学者イリア・ミチニコフの下で医療を学んだなどと主張しており、時には教授と自称していた。また彼は複数の製薬会社にかなりの金額を出資していた。ナチス党が勢力を拡大すると顧客の多くがユダヤ人であり、 また、風災が、ユダヤ人に似ている彼の生活は脅かされるようになった。そのため1933年4月には、ナチス島に入島し、ベルリンの高級住宅街クーアフェルステンダムに移転して、皮膚科、性病科として再開業した。1936年、彼は、ナチス島をお抱えの写真誌であるハインリヒホフマンの臨病を治療した。また、かつて、 ホフマンのアシスタントを務めており、この時はヒトラーの愛人となっていたエヴァ・ブラウンの母、フランツィスカの病気も治療をしたという。以降、モレル夫妻はホフマンやブラウンと信仰を結んでいた。ヒトラーや高官たちと相当大本営ボルフシャンセにて、右から4人目がモレル。ヒトラーは1936年の秋頃から失神や耐えまない方避、異形連、便秘、 心臓の圧迫感に悩まされていた。当時のドイツ医学会のトップにある、ドイツ赤十字病院院長のエルンスト・ロベルト・グラビッツなどの治療を受けていたが、疲労と振動によるものであり、根治はできなかった。エーファーによると、ヒトラーは、この変調を、母、クララの死因と同じ癌だと思い込んでおり、私は、もうすぐ死ぬなどと口走るようになったという。病状を見かねたエーファーは、 1936年12月24日にベルヒテスガーデンのベルカホーフでモレルをヒトラーに紹介した。診察し、眼薬を処方したところ、放飛や胃痛がなくなったため、ヒトラーは直ちにモレルを主治医として迎え入れた。しかし彼の薬にはストリキニーネ等の劇物が含まれており、依存性、習慣性の強いものであった。 処方を受けてから2時間ほどするとヒトラーは再び体調の悪化を訴え、モレルはその度に薬を処方した。これを繰り返したため、ヒトラーの健康は徐々に蝕まれていった。モレルはヒトラーが不調を訴える度に、投薬や注射を安易に行った。このためヘルマンゲーリング国家元帥は、モレルのことを国家注射マイスターといったあだ名で呼んだ。モレルをヒトラーに紹介した、エーファや、 秘書官のクリスタ・シュレーダーといった側近たちは彼に対して不信感を募らせるようになった。また、モレルは医師であるにもかかわらず、不衛生で体臭もひどく、テーブルマナーも悪く料理を食い散らかしたため大変嫌われており、エーファは彼の部屋を豚小屋と呼び、会うのを拒絶した。周囲の人物がこうしたことに苦言を呈しても、ヒトラーは、 私は彼を芳香剤として雇ったのではない。健康のために雇ったのだと言い、耳を貸さなかったという。モレルはアルベルト・シュペーア軍需省やハインリヒ・ヒムラ・ SS 長官といった高官の治療も行ったが、すぐに彼らは異変を感じ、治療を中断した。シュペーアは彼から薬を処方されたが、内容は怪しんで念のために、ベルリン大学福祉病院のベルクマン教授に成分を 調べてもらった、結果、非科学的、冒険的で習慣性の危険があると勧告された。彼は、モレルの薬を飲まず、ベルクマンの指示に従ったことで短期間に回復した。シュペーアは、モレルのことを、ヤブ医者とは思っていなかったが、相当の主治医という地位を得たことで、いい加減な治療をするようになり、医療行為より金に執着する人物だと、後に解雇録で述べている。 主治医の地位を得たモレルは、1933年以来、ヒトラーの主治医を務めていたカール・ブラントと主治医のトップの座をめぐって、競争を行った。しかし、ブラントとモレルが争うと、ヒトラーは大抵後者に同調したという。1939年、ヒトラーは、チェコスロバキアの大統領、エミール・ハーハを、相当官邸に呼びつけ、チェコスロバキア併合に同意するように同括した。 母は心臓発作を起こして倒れたが、モレルの注射によって蘇生した。蘇生した母は、チェコスロバキアのナチスドイツへの併合に同意せざるを得ず、チェコスロバキアは消滅することになった。対戦が始まると、モレルはヒトラーに随行し、相当大本営で勤務した。1940年頃からヒトラーは体調を崩し、呼吸困難を訴えるようになった。モレルは、 胸膜炎を疑い、密かに偽名の心電図をパートナノハイム心臓病研究所のウェイバー博士に渡して診断させた。診察の結果は患者は間違いなく実質的に不治の心臓病にかかっている今後常に狭心症や側線症の危険が付きまとうというものであった。モレルはこの結果をヒトラーに告げなかったが密かに心臓病治療のためストルファンチンや シンパソルの投与を開始した。また、モレルは自ら総合ビタミン薬、ビタマルチンやシラミクジョ薬、ラスラなどの薬品を開発し、これらは相当命令により第一線の将兵に支給された。しかしビタマルチンは何の効果もないほどビタミンガン有量が少ないと軍医に指摘され、ラスラは容器の蓋を開けた瞬間から凄まじい悪臭がし、兵士が逃げ、 1944年7月20日に発生したヒトラー暗殺未遂事件の際にもヒトラーの治療に当たっている。この際にはアメリカ陸軍で使用され始めていたペニシリンを投与したという。ただし彼がどこから入手したかは分かっておらず、戦後の尋問でもペニシリンについては完全に知らないと述べたという。ヒトラーの側近の中には モレルがペニシリンを密造する会社に関与していたと主張する者もいる。8月中旬頃までヒトラーは右手の麻痺と頭痛に見舞われた。モレルは自身が所有する製薬工場で作ったウルトラセプティルというサルファ薬を処方したが効果は見られなかった。ベルリン大学のジビーン効果教授オットー・カールフォン外犬はすでに薬こが 証明されている IG ファルベン社の製品を使うように進めたが、モレルは相当は他の薬にはアレルギー体質を持つと主張して拒否した。9月26日、ヒトラーは激しい腹痛に襲われた。モレルは以前の腸疾患の再発と診断して薬を処方したが、ヒトラーはさらに苦しみ出した。このため、ベルリン大学から愛犬教授が呼び寄せられたが、モレルは 彼の診察を阻んで追い返した。28日になっても痛みは収まらず、主治医の一人、エルビン・ギー・ジングは、横断ではないかと診断したが、モレルは、振動による、肝機能障害と診断した。ヒトラーは大量のヒマシーを飲まされ、カモミール液の肝腸を受けた。このため彼は、激しい下痢に襲われ、1日で体重が2 4ラムも減少したという。 それでも胃痛は収まらず、尿からは横断の症状を疑わせる診断結果が出た。しかし、モレルはその検査結果を金庫に隠し、他の主治医に見せなかった。10月1日、リー・ジンクはヒトラーに処方されたモレルの薬を服用してみた。薬にはアトロピニアストリキニーネといった劇物が含まれており、ヒトラーが普段訴えている体調悪化と同じ症状が出た。 このため、ギー・ジンクとブラントは、ヒトラーに対して、モレルの解任を進言した。しかし彼はヒムラーに、モレルの尋問を行わせ、対応を一任した。ヒムラーに尋問されたモレルは、診察結果を隠していたことを明かし、薬の危険性についても告白した。この結果を受けたヒムラーは、逆に、ギー・ジンクとブラントらを解任し、モレルを留任させた。 これは彼に対するヒトラーの信任を重視したための措置であった。ただし、ヒトラーの健康管理には、ルートビヒシュトゥンプフェーガー SS 少佐を当たらせることにし、モレルの投薬も一旦中止させた。結果、ヒトラーの移住は間もなく回復した。しかし、ヒトラーのモレルへの信任はその後も揺らがず、大戦祭末期のベルリン攻防戦で首都が包囲された1945年4月の、 何回まで彼は主治医を務めていた。この頃のヒトラーへの処方は数時間をきのぶウと注射、メタンフェタミンを含む静脈注射、そして28種類の違った錠剤であったという。1945年4月22日、ヒトラーはこれ以上の治療は必要ないとしてモレルを相当地下壕から脱出させた。しかし、モレルの薬は残されており、主治医の一人、 ベルナー・ハーゼ・ SS 中佐やハインツ・リンゲ・ SS 中佐によって管理されていた。モレルはベルリンから脱出する最後の飛行機に乗り込んだが、すぐにアメリカ軍に捕らえられた。ブーヘンバルと捕虜収容所で彼の尋問が行われたが、犯罪に当たるものはなく訴追されなかった。彼の尋問に当たった者の一人は、彼の肥満とヤバチさにうんざりしたという。モレルの健康は、 以後急速に悪化し、肥満と言語障害に苦しんだ。その後、1948年5月26日に、テーゲルンゼーの病院で死亡した。医師の小長山正明は、著書、ヒトラーの震え、毛沢東のすり足、神経内科から見たニーズ生育で、ヒトラーがモレルを徴用したのは、自身のパーキンソン病の症状を抑える薬物を容易に処方してくれたからではないか。 と推測している。ありがとうございます。